はい、おはようございます。時松流行です。ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。今日もですね、女子プロの方と対決ということで、今日のゲスト呼びます。どうぞ。今日は拾ったマイプロに来てもらって、対決したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は3ホールマッチで、やってみたいと思います。まあ短い決戦ですけど、はい、楽しく真剣にということで、はい、楽しみます。楽しみます。あ、ね、そういうこと。そうで、そういうこと。今日はですね、ゴルフクラブ成田ハイツリーさんのコースでプレーしたいと思います。はい、頑張ろう。なんか硬い。いや硬い、だってめっちゃ見てる。いつもと違うもん。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。源ちゃんと同級生です。帰りよ。緊張してます？うん。1番ホールから3ホール行きます。ベントグリーンということで B の方で行きます。525ヤードのパー5。そして廣田プロがちょっと前から今日も行くと思いますので、ちょっとまたそれを後で紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。うわ、久しぶりで、なんか感覚が忘れてます。どんなことしゃべってる。川本さんぶり。そうっす。廣田プロが464ヤードのパー5。はい、もう打っていいんですか。どんだけ飛ぶ。大丈夫かな。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待って。5じゃない。戻りましたね。戻りましたね。ちょっと左に。あ、バンカー。どうですか。あったかい天気ですか。めちゃめちゃあったかいですよ。風ないっていうのが大きいと思います。晴れてても風吹いたらやっぱ寒いから、うん、風がないっていうのすごい大きいと思います。廣田プロはチャンマーチャンマーって呼ばれるんですけど、なんでチャンマー。チャンマーは鶴岡カレンが決めました。チャンマー、チャンマーって呼び始めてからみんなチャンマーっていう呼び方になりました。あだ名的なね。あ、まゆちゃん、チャンマユ、チャンマユからチャンマー。訳されました。なるほど。ファンも知ってる、はい、なんていうニックネームなんですか。はい、ちゃんまって呼ばれます。もめちゃま頑張ってみたいな。そんな感じです。このコースは回ったことありますか。こっちだけある。あ、じゃあもう分かってますね。前回の撮影で。あ、そうなんですね。どうですか、その時は。1番その時はね、負けたね。負けたんですか。いや、この間9ホールで勝負したんですけど、うん、3ホールだから、うんうん、すごい短いんで、うんうん、エンジンのかけ方が難しい。え、これはストロークですよね。ストロークでいきます。はい、これ右ですか、グリーン。今回は左の方でプレーしたんだけど、250ヤードから300ヤードぐらいの間だと思いますので、3ウッドで、まあ、もうグリーンの近くまで持っていく戦法でいきたいと思います。3ウッド。すごい、ナイスです。届いちゃうんじゃないですか。いや、大丈夫でしょう。最高です。すごい、最高。いただきました。ありがとうございます。バンカーなんだけど、はい、ちょっと顎が近い。そうなんですよ。だから番手どうしようかな。ズビティリティで頑張ります。ズビティリティ、これも僕と距離一緒ぐらいですね。250ヤード以上あります。ちょっと寝て高いからなっちゃうよね。すいません。いや、ちょっと厳しいぞ。失敗だったな。ありがとうございます。
顎が近いからボールを上げないといけないんですよ。土手に当たっちゃう。まあ、ユーティリティでね、少しでも前に飛ばそうとしたんだけど、やっぱり土手に当たっちゃったって感じですね。タラレバですけど、まあ、アイアンとかで出してた方がまだ良かったかも。これ何ヤードだろう。ちょっとピンチ。217ヤードの上り230弱ぐらいで、クラブは3番です。おお、よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。バンカー避けつつ、はい、ちょっと寄せは狙いって感じ。はい、今日3ホール勝負で、はい、チャンマーが勝ったら、うん、なんか今欲しいものを僕が、はい、あの買います。はい、頑張ります。チャンマーが負けたら、はい、YouTube に出てくれそうな女子プロを紹介してもらうっていう。あ、わかりました、はい。はい。頑張ります。候補出てきますか？なんかいっぱいあるんですよね。さっきなんかディオールって。いや、でも1個しか買わないと思う。なんかさっきディオールのって言った話だったじゃないですか。あ、まあ、ネックレス欲しい。それでいくら？え、わかんないです。え、私10万ぐらい。え、そんなしないんじゃないですか？5万ぐらい。え、逆に。化粧品じゃない。あ、いや、化粧水、化粧品欲しい。いっぱいあるから、まあ、ちょっと決めときます、はい、決めましょう、はい。好きなブランドは何ですか？好きなブランドはロエベとかセリーヌとか好きです。あ、これですね。私がこれだ。33ヤード58度でいきます。うまっ。おー、惜しい。ナイスです。うまっ、まあ、ちょっと入ったかなと。ドキドキしちゃった。ドキ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 が無理。キャリーがちょっと難しいんですけど、ちょっと柔らかくいけたらなって思います。クラブは58です。はい、惜しい。ちょっと嬉しそう。惜しい。ありがとうございます。木松さん優勢ですね。はい、ちょっと危ないな。強い。ちょっと微妙なライン。おお、ナイスです。ちょっとこれ怖いな。結構しっかりですね。はい、強気です。強気っていうか、強すぎだけど、うん、はい、1番ホール終了しました。時松がバーディー、拾ったプロがボギーを打ってしまったので、はい、2打差になりました。 あと2ホール行ってみましょう。はい、頑張ります、はい、行きましょう。全然面白いこと言えねえな。全然、ね、2番ホール来ました。443ヤードのパー4で、はい、はい、なんか硬い。結構距離あるね。飛ばしたい気もするけども。見えない。 OK、 まっすぐでしょ。うん、フェアウェイ真ん中でちょっと右。最高です。最高です。稲森ひろたプロは403ヤードのパー4になります。ちょうど40ヤードか、40ヤードの差がありますけど。クラブ何番ですか？これクラブは1番です、はい。うん、OK、ありがとうございます。キャンマーショットの時は何考えてるの？
何も考えてないですね。あんま考えない方がいいし。はい。なんか考えると、なんか右がちょっと狭いなとか、はい、昨日左失敗したなとか考えた時ってあんまいいショット出ない。曲げますね。え、1番ホールなんて特に左バンカーだなーと思って入るかなーと思ったら入りました。パターンもそれがいいんですね。じゃあ何も考えない。ちょっとは考えないけど考えすぎない。うん、そうですね。チェッパチだから全部の行動を食べるのも早い。今ちょっとゆっくりしてます。わざわざ。わかりやすくしようと。どこだ。ちょい左じゃん。あれかな、あっちがボールじゃないの。僕がこれだ。またバンカーだ。絶対跳ねたでしょ、ハート道、ね、これ長いですよね、距離。確かつま先下がりだ。はい、しかも目の前に木があるんですよ。うわー、むずい。難しい。一番に続いて、すごいね。ピン手前目ですか。210ヤード、4番アイアンでいきます。ピンがね、多分ちょっと奥に切ってるから距離も長いし、しっかり手前から攻めて、まあ、しっかりナイスオンしたいと思って打ちます。はい、おお、すごい、ナイスオンです。ありがとうございます。すいません、難しいね。打てる。ゲンちゃんアドバイス。お願いします。何アドバイス、うん、これで気をつけることは何ですか。気をつけることを、あの霊気どかしたいね。え、当たりますか。3か5で低くね、出そうと思ったんですけど、ね、バンカーからのウッドって難しいよね。確かに難しい。距離が長くて、3番ウッドとか5番ウッドぐらいの距離だったらのバンカーだったら刻みますか。狙います。ウッドで、うん、ウッド狙う。これね、やっぱ木があるから高い球打てないからね。はい、短く持つかな、やっぱり。短く持って低く出して、うん、そう、はい、ダフりたくないから。3番はい、うまっ。うまい、これは。うまっ、これうまい。おぉ、あ、でかいでかい。でかいでかい。ちょっと190ヤード。わぁ、3でかいんですけど、なんか、念のためを持って3にしたら。5番なら当たるもんね。試合でも行くこれ。え、ウッド、そうですね、3ですね。ちょっとプロっぽい。いや、プロっぽい。すごく。3メートルぐらいしかないんですよ、スペースが。あ、そんな短いんですね。ね、これ、この木3メートル持ちあるかな。あ、こっちか。グリーン。グリーン。噛み合わなさ。グリーンの幅がと思った。3メートル、どんだけちっちゃいグリーンの。いや、バンカー短く持つ。いつもよりは短く。足、こうする分ね、止まっちゃうから。はい、オーバーしたけど、うん、だいぶ良かったです、本当に。あるかな。ちょっと逆目なので難しい。52でいきます。お、いや、強いわ、強いわ。ちょっと凍ってた今、コンって言ったよね。凍ってました。え、凍ってたことにしよう。ちょっと硬いぐらい。あ、もう確かにちょっと硬い。ナイストライ、ありがとうございます。今日の撮影はプロキャディもついてるので LINE を教えてもらいたいと思います。どう、微妙じゃない。どっちかというとフックして真ん中からカップまでスライス。どっちで打ちますか。左口、うん、スライス、うん、最後スライスでいきます。うわ、やだやだって。なんで。キャディがいいわ、野村くん。スライスだわ。スライスした、ちょいちょいスラ。
ございます。ナイスパー。ナイスパー。すごい。ありがとうございます。はい、2番ホール終了して時松がバーディー、拾ったプロがパーでしたので3打差になりました。まあ、あと1ホールなんで、うん、まあ、ちょっと勝てるかな思うんですけど優しさも見せつつ3番ホール行きたいと思います。行きましょう。はい、はい、行きましょう。じゃ最後聞こうと思ったんですけど、ちょっと、はい、どうしようと思ったけど打ちました。なんかそれで外した時ってなんかちょっとどういう感じなんですか、気持ち的に。あ、結構謝る。謝る。謝る。いや、僕はやっぱこうでした、ね。いや、もうすいませんっていう。